映画の殿堂にようこそいらっしゃいました。稲田貴樹と申します。今回ご紹介するのはインフェルノという作品です。この作品はダヴィンチコード天使と悪魔に続くシリーズの第3作になります。でこのシリーズというのは、ダン・ブラウンという作家がいまして、その作家が、ロバート・ラングトンという宗教象徴学者を主人公にしたシリーズを書き上げて、それの第3作として、小説の方は第4作になるんですけども、第3作として映像化されたものです。これの監督をしているのはロン・ハワード、ダヴィンチコードの第1弾天使と悪魔、そして本作と続けさまに監督を引き受けています。ロン・ハワードにとってはこのシリーズものを全部手掛けるとか続編を作るとかっていうのはこのシリーズ以外は全く経験がないことなんですが、あえて、このシリーズに関してはハワード監督が引き受けています。でその理由というのは、一作ごとに、趣が違うというか、題材が異なるのはもちろんですけれども、題材以上にやっぱりその映画のいわゆるこう形といいますかね、そういうものが一個一個違うので、すごく新鮮だというふうにコメントしています。で、このいわゆるロバート・ラングトンを主人公にした映画作品の、ロバート・ラングトンを演じているのは皆さんもご承知のトム・ハンクスです。で、トム・ハンクスが、シリーズとしての展開としては、トム・ハンクスが演じるロバート・ラングトンがさまざまな謎に挑み解いていくという非常にミステリー的なところが大きく受けます。ダヴィンチコードではいわゆるレオナルド・ダヴィンチの名画の数々の中にいろいろな、ミステリーを秘めて、そしてそれがいわゆるこう世界史、世界の歴史の裏側にあるいろんな説にこう結びつけて非常にこうペダンチックに展開していく、そこをやっぱり映像としていかにこう表現できるかっていうところにこうハワード監督は惹かれたんだと思います。で第2弾の「天使と悪魔」に関してはベネチアを舞台にした陰謀劇でしたし、でそこの中ではその宗教と科学みたいなことも、長い歴史、対立の歴史があったわけですけれども、それをこう元に、サスペンスフルなストーリーに仕上げていた。でこれもやっぱりその陰謀劇、サスペンスフルな陰謀劇っていうところでハワード監督は惹かれたんだと思います。でじゃあこのインフェルノはどうなのかっていうと、これが実にこれまでの作品と全く違う作りになっている、そのことにすごく興味を惹かれる面白いところだと思います。どういうことかと言いますと、ロバート・ラングトンという主人公が記憶を失った状態で登場するんです。イタリアのフィレンツェの病院で目を覚ますわけですけれども、なぜそこに自分がいるのか、どうしてこういう事態になったのかっていうことがわからないところから始まるんです。つまり観客と同じようにこう雲つくようなところで展開されていって、微妙にこうミスリードされていくといいますか、微妙にこう展開されていく、こう引っ張られていく中でこう右往左往していくっていうのは、これはもう観客自身とこう一体化していると言えばいいんでしょうか。とてもこうとてつもなく何が起こるかわからない、予断を許さないっていう展開が待ち受けているんですね。でその一方で、いわゆるこう世界の人口爆発の問題っていうのがこう取り上げられていて、天才的な科学者の人間がこのままでは地球は破滅すると、でそのためには人口爆発を防がなきゃいけない、
人口を減らさなきゃいけない。そのために、ウイルスを発明して、でそれを世界中にばらまくと。でそのタイムリミット、いわゆる時間刻みのサスペンスと、それから謎解き、この2つが合わさっていって、次第にラングトンが自分自身のこう記憶を取り戻していく中で、この2つの事象が一つになり、そして最終的には時間刻み、タイムリミットに向かって、その陰謀をいかに防ぐかっていうような展開になっていくわけですね。だから、とてもこう、まあ3作目にして非常にこう巧みな作りになったというか、非常にこう我々見る者にとってはこうシリーズものだからというようなことで、構えて見ているところをうまく足元をすくってくれるというか、こういうところがとっても新鮮だと思いました。でやっぱりこの映画のこう特徴というのは、いわゆるヨーロッパの風光明媚な場所を舞台にしているわけですけれども、今回もフィレンツェ、そしてベネチア、でイスタンブールと、いわゆる世界遺産といえばいいですかね、そういう場所を見事にこうロケーションを観光して、そうしたこう旅行をする楽しみみたいなことをこう喚起しながら、ノンストップで時間刻みのサスペンスを展開していく、これがこの作品の一番の特徴だと思います。何よりもこうトム・ハンクスは、考えてみれば今年はハドソン川の奇跡がありましたし、この作品がくしくも、2本の全く経路の違う作品に出演しているわけですけれども、それぞれの役柄を見事にこう人間味を見せつつ演じきるという意味で言えば、この作品もやっぱりいかにもラングトンらしい、非常にこう知的なキャラクターを巧みに演じきっている、まあとってもこう巧みっていう言葉がふさわしいかどうか分かりませんが、すごく見ていてこう説得力が、見る側にこう、まあ、いかにもそうだなというふうにこう染み込ませるこう演技というか存在感というか、そういうものを持った俳優さんだと思います。でこの役も、そんなことしてる暇はなく、全くこう記憶喪失の状態から右往左往しながら、次第にこう自分の記憶を蘇らせつつ、しかも陰謀に戦わなければならないというキャラクターを見事に見せてくれます。だからこの説得力っていうのは、いわばこのストーリーのこう大きな助けになっているというか、俳優のこう説得力によってこの作品を大きく展開しているということは、大きく貢献しているということは、紛れもない事実だと思います。共演しているのが、博士と彼女のセオリーという作品で、アカデミー賞にノミネートされたフェリシティ・ジョーンズ、彼女が、主人公ラングトンにと行動を共にする女医の役で出ています。さらにフランス映画の最強の二人という、まあ、世界中でヒットした作品ですけれども、それで、とってもこう話題を巻いたオマール・シーという俳優さんも重要な役で出ています。何よりインド映画のこう名優と言われた、そうですね、巡り合わせのお弁当やアメージングスパイダーマンとか、もう多彩なこう出演歴を誇る、イルファン・カーンという人も大事な役で出ています。こういう国際的な顔ぶれ、いや、もう一人いましたね、国際的な顔ぶれで言えば、テレビシリーズのコペンハーゲン首相の決断というシリーズがあるんですけど、これでこうこの作品で一躍こう世界的に認知された女優さんで、シセ・バベット・クヌッセンという人がいたんですが、これも大事な役で出ていますし、アメリカの
若手演技派の中でも、注目されているベン・フォスターという人も、まあ、こういう、こう多彩な顔ぶれで作品は構築されていて、いわゆるこうインド系の人もいれば、アフリカ系フランス人の人もいれば、それからデンマーク系の人もいればというふうに、いかにもこのストーリーにふさわしく、非常にこうインターナショナルな顔ぶれっていうことになっていて、でそれもそれぞれの個性の違いが映像の中にこうみなぎってくるので、作品としては非常に、新鮮な印象を我々に与えてくれます。まあこのシリーズは、いずれもそういうキャスティングの面白さっていうのも一つの魅力でしたから、今回も例外なく、まあ今回はそれ以上に、最も映えるというか、そういうキャスティングになっていると思います。ロン・ハワード監督といえばですね、俳優から監督になった、で監督になって多彩な、非常にバラエティに富んだ作品を手がけてきたことでも知られています。俳優としてはアメリカングラフィティとか、青春スターとして数々の作品をに出演してきましたし、監督としても、バックドラフトみたいな作品からですね、ビューティフルマインドみたいな作品まで非常に、まあ教養度の広いというか、振れ幅の広いというか、バラエティに富んでるというか、どんな作品も手がけて見事に自分の作品に仕上げているという点では非常に巧みな監督だし、アメリカ映画界を代表する監督の一人であるというふうにも言えると思います。ビューティフルマインドでアカデミー賞の監督賞を取ったということでも知られていますし、最近では、ラッシュ、プライドと友情というあのカーレーサーを主人公にした実話の映画化、それから、白鯨との戦いという映画もありました。でこの白鯨との戦いも、まあ実話を元にしているという点では共通していると思いますが、一方ではその捕鯨の話であり、捕鯨というか、大海原に後悔するということの意味みたいなことっていうか、後悔することのこうハードさっていうか、そういうものをこう描いているし、それからいわゆるプライドと友情、ラッシュプライドと友情では、いわゆるカーレーサーのプライド、それこそプライドですね、プライドをかけた戦いっていうのをスリリングに描いていたと思います。こういった作品の中で、このいわゆるロバート・ラングトンを主人公にしたダン・ブラウンのシリーズっていうのは、まあエンターテインメントに徹するという意味では非常にこう傑出していると思います。どちらかというとダヴィンチコードでものすごく話題になりましたし、天使と悪魔も第2作としては非常に注目された作品であります。でこれらはもういずれも、まあ、今回のインフェルノも含めてですけれども、世界同時公開という形をとっていて、ですごくその大きな数字を上げています。第1作のダヴィンチコードに関しては世界同時公開の話題性もあったんですね。日本で90億5000万円の興行収入を上げている。で世界的に言ってもですね、7億5823万ドル超を超える作品、あの興行収入を上げています。それだけこう世界中で注目されて話題になった、まあだからこそシリーズ化されたということもあります。でやっぱりそのミステリーの醍醐味というんですかね、あのどっちかというと、世界史に秘められたミステリーみたいなところでこう引っ張っていって、で第2作に関してもそういう部分がありました。いわゆるこうバチカンを舞台に、いわゆるこう宗教と科学の対立の歴史みたいなことを踏まえながら、ね、展開していくというところでいうと、そういう要素がありました。で今回も一人の科学者の暴走ということになるんですけれども、その謎解きをですね、
ダンテの新曲の地獄編の絵画、ボッティチェリが描いたその絵画があるんですけれども、地獄の見取り図という絵画ですけれども、そこにいわゆる暗号を秘めて、それの謎解きをするというような要素もあり、いわゆるこの作品というかこのシリーズのこう王道を言っている一つの要素ですね、謎解きで、そこに、いわゆる時間刻みを織り込んでいるという点で、とてもそれがうまく融合されているという点で、まあ、シリーズの中では一番いい仕上がりではないかというふうに私は思いました。逆に、これまでの作品をこう続けて見てきていて、あ、ここでもうすごいねっていう感じがすごくしましたね。あのハワード監督自体もやっぱり慣れてきたというか、やっぱりその自分のこう個性の打ち出し方っていうのを着実にこう捕まえてきてるな。だから最初から最後まで行き着く間もないという言い方が正しいかどうか分かりませんけども、非常にスピーディーに疾走感あふれて作品を展開していきますし、しかもその間の取り方というか、まあ、どこでサスペンスを盛り上げていくのかという間の取り方もものすごく巧みですし、あの本当にこう見終わった後に、なんか、満足できるというか、ああ面白いミステリーを見たなという気持ちに浸れる仕上がりになっています。まあ秋といえばそういうミステリーに親しむのもとっても一興かと思いますし、この作品をあえてこうおすすめする理由の一つでもあります。アメリカ映画の最も良質な部分を堪能できる仕上がりになっています。ぜひご覧ください。またお会いしましょう。